吉さんこんばんはメッセージありがとうございます今日も一日お疲れ様でしたでいただいたご質問なんですけどもそうですね自由になるために何をすればいいかそれは自分を不自由にしているものを手放せばいいんじゃないかなという答えがいないんですけどもねあのお勤めになっていて自分がいる会社に自由を求められないっていう風な感じる方いると思うんですよでも自由もありますよね要するに拘束されているからこその自由っていうのがありますよね あの会社ってものに守られてるから守られてる範囲ではいくらでも動けるんですよでそのいくらでも動ける範囲で足りなくなってきてこの枠組みが外れたらもっと自由なのになっていうふうに成熟してきた時に何を選ぶかなんですよ成熟した時にその会社を離れても自由を取った方がいいのかっていう判断ができるかそれとも自分はこの囲いを会社という囲いを外れたら自由どころか不自由になるというふうに判断できるんだったら組織の中にいた方がいいですよねフリーランスってものがありますよね。 独立して自分で事業やってるぞ自分で仕事やってるんだっていう人なんとですね年収でで万円以上のの人ってフリーランスの1割に満たないんですよどういうことかっていうとフリーランスになったからこそ余計に売り上げに追われて仕事に追われて集客に追われてもう何が何だか分かんない状態で。 支払いももう全然間に合わないみたいなねこんな現象が起きてるわけなんですよこれは厳然たる事実で皆さん自身もしくは皆さんの周りにいるフリーランスの方を見てみてください全然自由じゃないですよねもう仕事取るのもう宿泊しちゃったりとかいろんなあ人間関係を逆に切れなくなっちゃったりとかねすごく不自由してるんですよカッコつけてもダメで独立してうまくいってる人なんてほとんどいないわけなんですよ、うん、そう考えたら組織にいた方が相対的に自由は担保されてたんではないかなと思いますよね だからね結局自由を手に入れようと思って手放すものは独立っってていいいうう道を手放すす人も多いんですよねうんだからやっぱり力量に合わせた自分が存在しますし力量に合わせた今日があり明日があるこれ以外ないんじゃないかなと思いますから自由になるためには自由を使いこなす力をつけるしかないんじゃないかと思うがないんですよね。 どううでしょうかねこれをやったら自由になるよっていうものがあればはっきりするんですけども会社を辞めてても収入のの面ととか人間関係の面って不自由すすると思うんですよ、ね、会社があるから自動的に上司っていう人脈があって自動的に部下っていう人脈があって自動的に取引先っていう人脈があって自動的に顧客っていう,うん取引先を会社が提供してくれてるだけですよね。で 自分が求めないうちからノルマという仕事を下すって、ありがたいことですよね。これあなたの仕事よってノルマくれるんですよ。自分が何も考えてなくても。自分が全然仕事を作る能力がなくても、くれるんですよ。これこそ大いに自由ではないかなと思うんですよね。うんまあ、なんかパラドックスって逆説的なんですけども。私は多くの方が、自由を求めているほど。自由の覚悟ってのはないんではないかなと思いますし。その小さい自由も。 全然、ね、使ってないんじゃないかなと思うんですよね。さあそれでですね、まあ、こんな形で、えー、質問に答えになってるのかなどうかなってことですけども非常にねあの耳が痛いというか腹をた立てる人もいるかもしれませんこんな私の <laughs> 動画は <laughs> あの。あの時によく言うううこことなんですけど、ね、こういうのはねあの全然勘違いちゃんで甘えん坊でね、うん、本んに鼻から勝負にならない人が。 マーケットに出ちゃってるんだろうなって気がするんですよね、うん、だってネットビジネスとかね転売にしてもアフィリエイトにしても何でもいいんですけども,もうプロがいる世界に行くんで飛び込んでるわけなんですよ例えて言えばマイクタイソンとかね明日のジョーの矢吹ジョーとかリキーシトールがいるリングに何のトレーニングもしてない人が初心者なんですけどいいですかってリングに上がるのもんなんですよ秒殺ですよねこんなの ビジネスの世界でも同じ目に遭ってると思うんですよ。秒殺されてるじゃないですか。で、中には、あの、カモ探しのボクサーもいるんですよ。お、このトレーニングやったら、あの、勝てるようになるよチャンピオンになれるよ。その代わり、講義代がいるよみたいなのに、も簡単にかかっちゃうんですよねあの。腕立てしなくても強くなる方法とか、食べながら痩せる方法とかってみんな買うわけなんですよね、うん。クリックするだけでとか、未だにそうですよね。買うだけで値上がりしますとかね。やることはありませんとかね。 困ったもんですよ、ね、まあ私の、あのー、提案している例のやつっていうのも困ったもんですけどねほ本当にお金毎月毎月増えるんであの私がフェイスブックのライブとかで話すんですよ例のやつでお金増えてる人毎月入金あった人もうこの3年ぐらいですねあれ非常に助かるよねあれお金増えるよねっていうコメントが並ぶんですよそれが答えですよね。ここういういいものにに本当に信じななななくててはやららければならないことを疑って やっっちゃいいいいけなこことをものすすごく信じてててしまうっていう思考があのはびこっていてですねもう私はもうおせっかいの中でも、まあ、そこまでして人を儲けさせる必要はないかそこまでして人に自由を提供する必要はないかと思ってしまうぐらいうん教えてくださいって言われたらあの全然惜しみなくやるんですけどいい話があるから聞いてみませんかって言ったら皆さんも経験あると思いますけども詐欺じゃないのとかうさんくさいんじゃないのとて それはあなたが儲かるんでしょうって本当に儲かる方法があるんだったら一人でやってるはずだとかねいや本当に儲かる方法があるんだったら人に伝えたいんじゃないですかそれで自分さえ良ければいいっていう人が自分本当に儲かる方法っていうのを人に教えずに自分一人でやるわけですから自分さえ儲かればいいって発想の人が本当に儲かる方法があるんだったらなんで人に教えるのみたいなね非難って考えすると思うんですよさあそれではね吉谷さんにご質問させていただきたいんですけどもえ前回の動画の中で、えー、私ねあの私は インチキとかねずるさを見抜くんでほとんどの人が紹介できないっていう風に言ったんですよ要するに私はすごくフィルターをかけてるんですよもうあこれは紹介したら大変なことになるなと勘違いさせちゃうなとかこの人は実際に言うほど売り上げ出してないなとか出したにしても一瞬だなとかねであとは売り上げはバーチャル上で上がってるけども日本円に全然できてないなとかね すぐわかるんですよ。なぜならビジネスの仕組みをすべて網羅してるからなんですよ。だからトリックとか、あのインチキとか、瞬間的、風速的なものっていうのはすべて私は排除してですね。安定的にいつでも、不自由なくスムーズにっていうものをモットーとして、私のフィルターからお伝えするようにしています。だから、あのー、アフィレートとかね、転売とかね、あのー、いつもそうじゃないんですよ。ムラがあるんですよ。個人差があったりとか、規制がどんどんかかってきたりとか。 そもそも正々堂々とやってなくてこそ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 ね規制の間を縫ってやってるようになるのっていうのすぐ潰されるんですよだからそういったものをお金つけて売るべきじゃないなと思うんで私はほとんどのものが紹介できないんですよ本当は FX とかはねこの前プレミアムって紹介しましたけど FX は種も仕掛けもないんですよねうどんな仕掛けもないんですよただ市場の強弱によって行われていて金融庁がきちんと監督してですね毎日のようにこの日本の銀行に着金すると日本円で。 うん、こんな素晴らしいものないなと思いますよね税率も安いしグッドじゃないですかはいで質問なんですけどもあの、まあ、僕ら、ね、吉谷さんの動画すみませんあの現在ではほとんど見てないんですけどもサムネイルがやっぱこういうことしてるとパッパッパッと目に止まることがあるんですよでその中で「誰々さんが稼いだ」とか「誰それさんが稼いだ」とか書いてあるんでああいっぱい稼げる人いるんだなっていうふうには見えるんですよね ひょっとしたら、ひょっとしたらですね、もしかして、吉谷さんよりも稼いでる人がいっぱいいるのかもしれないなとか思っちゃうんですけども、うん、すごい盛り上がっていいなと、そこは思います、本当に。あの、まあ私はね、一つには、自分の弟子が自分以上に稼いでほしいっていう思いもあるんですけども、自分の弟子に負けてたまるかと思いがあるんで、私は常にトップをひた走ろうかなと思います。そういう意味では、弟子もライバルなんですよね。あの、いい意味で、切磋琢磨のライバルだと思います。で、聞きたいことっていうのは、その、売り上げの裏付けっていうのをどういうふうに取ってるのかなと思うんですよ。 だから本人が売り上げたっていえばそれを信じちゃうのかそれとも何かしらの検証とか裏付けを求めるのかそれとももう分かるのかっていうね嘘をついてるのか偶然なのかたまたまなのかそれとも本当にそれやってるのかね私はこれすごく時間がかかるのとものすごくね慎重にやってひょっとして正しくやってるものをお前はダメだとも言えないしインチキなものを「はいどうぞ」っていうこともできないんですよね。 だから疑わしければあの紹介しないっていうことになるんですけどもその面点での吉谷さんってうちの塾生さんが稼ぎましたみたいなすごいレポートを出してると思うんですよ。私は再生ボタンちょっとすみません押してないんで分かりませんけどどんな内容なのかタイトルでただそういうふうに出してるだけであって内容は違うのかもしれませんけども吉谷さんがねどういうふうにその結果を出した人が本当にそうなのかっていうことをうん。 点検してるのかとかとそれをやっぱり責任持ってどういう風に出してるのかとかね思うんですけどもねこれは誰に対しても思うんですけどもどうなってるのかなと思うんですよ。まあ私は実際にあの家買えるぐらい稼ぎましたって言って家があるじゃないですかうんで労働時間はないんですよ今。ねまあほに家買えば家買えばはっきりするんじゃないかなと思ってやってますけどやりましたけどもね。で来ていただいたりとかね。 どうどういう風に取ってんのかな。それがあのもしね教えていただけたら私もちょっとねあの目の鱗が落ちるかなと本当にこれはうーん悩ましいんですよ。私も人に聞いたことがないんですよこれうーん。なんでそれ人の儲かったを鵜呑みにして出してしまうのもなんかその責任を負いた行動だなと私は思ってたんでね。<laughs> まあ吉谷さんがその変なことをしてるって言うわけじゃないですよ。よくそういう風なことが どう裏付けを取ってんのかかなとかどういうふうにそれを認めて自分の名前で紹介するぐらい多分あの本当なんだと思うんですよ、うん、でひょっとしたらね吉田さんがもうかったって言ってるからなんかそのそこを買ってみたり参加してみたけど全然でてらめでしたってことになったらとんでもないことになるんで、うん、これは私のね「マトリックスアフィレート」ねあれを毎日思い出すんですけどももう今となってはギャグですけどもね。 あああいうう反動もあると思うんですよ私の場合はお笑いで済むんですけどもなけなしのお金を突っ込んだ人とか、まあ、お金を払わないまでもうずっとね、あのー、動画を信頼して見てた方が「あれなんかおかしいぞこれ」とか「これちゃんとチェックしとるんかいな」みたいなのが出てきてもいけないなと思って私はちょっとね人を紹介するんでものすごく慎重なんですよ。うん、どん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 紹介したいんですけどね本当は、うん、なんかいいまちねそこが 私のメガネお眼鏡にかなうような正しいやり方をしている人が現れないとで逆に例のやつってのはチェックするところがないんで作業がないんでスキルアップがないんで集客がないんで販売がないんで,いんで紹介もないんでですね、うん、ただお金が増えるだけみたいなねそんな銀行金利みたいな仕組みを使ってるんでこれはいいなと思いますけどもさあいかがでしょうか吉谷さんどういうふうにしてその吉谷さんのフィルターをね うんすごい厳しいフィルターをかけてると思うんですけども、どういう風にしてんのかなっていうのを、ちょっと知りたいなと思いました。では、よろしくお願いします。